訳ないです。試合にも出てない。契約満了にもなった。なぜ森脇が喋るんだと、多分ここにいる9割の方は思っていると思います。その通りだ、その通りです。ですが、ちょっとだけお時間を皆さんください。なんで森脇が喋るんだと、大悟、荒木大悟くん、そう思ってんじゃないの？違う？背を向けない。京都サッカー FC ファミリーの皆さん、1年間熱いサポートありがとうございました。皆さんの熱い情熱のおかげで、そして選手、スタッフの努力、またクラブスタッフ、そして京都サッカー FC に関わる全ての方のおかげで J1 昇格することができました。やったー、素晴らしいです。来年皆さん、京都サッカースタイルを貫いて J1 に殴り込みに行きましょう。そして嵐山のように嵐を巻き起こしに行きましょう。ちょっと長い、寒いよね、寒いよね、 ごめんなさい。そういうの、J1 昇格の喜びと、今日ここにたくさんの方が集まってくれた思いを、一緒にすべく、森脇の大好きなサンバの応援歌でもある紫の勇者たちを流しながら、ファン、サポーターと選手みんなで一つになりたいなと思ってます。皆さん準備はいいですか？皆さんちょっとじゃあ説明させてもらいますね。皆さん ご起立お願いできますかね。すいません、皆さんありがとうございます。本当寒いのに。選手の皆さんもスタッフの皆さんも社長も準備できてます？できてるそうです。皆さん、今日、タオルマフラーを持ってきていただいている方は、最初はタオルをこのように逆チェンジね、このようにまずタオルを広げてください。で、もしタオル持ってない方は、応援歌が流れるんで、皆さん盛大な拍手、手拍子をお願いしたいなと思ってます。で、途中から掲げてるタオルを皆さん回してもらいたいなと。それはゴール裏のサポーターの皆さん、ちょっとタイミングよろしくお願いします。それでは皆さん、声は出せないですけど、心の中で歌って踊ってもらいたいなと思います。選手皆さんも準備 OK？ そう、じゃあ皆さん曲をよろしくお願いします。選手はもういろんな方向を向いてください。Gracias.
ちがいます。その勇者たちに皆さんの熱い情熱をなくして成長はないというふうに思っています。ここにいる1万人の熱い熱い情熱が必要です。皆さんの情熱をなくして京都サンガン C のさらなる成功はないというふうに思っています。来シーズン新しい挑戦が始まりますけど、その挑戦を皆さん熱い情熱でサポートよろしくお願いします。本当に熱い情熱でサポートを見せて覚えてくれてね、この辺で終わりたいと思います。皆さん1年間多大なる応援ありがとうございました。それではこれから選手たちはスタジアムを出発します。最後に皆さんの熱いエールをどうぞよろしくお願いいたします。以上で2021年のアイアンスの部分を終了します。